はい、ではやってまいりましょう。ペットモンスターレッツゴー EV 実況プレイのパート19です。シルフカンパニーだっけ、違うね。ロケット団のアジェトにやってまいりました。ロケット団ぶっ潰していきましょう。よよ、ほほう、アポロを任したか。こんなところまでよく来た。世界中のポケモンを悪巧みに使いまくって金儲けするロケット団。私がそのリーダー、榊だ。何？カラカラを返してほしいだと？まさかそれだけのためにアジトまで乗り込んでくるとは。随分面白い子供がいるものだ。だが、私に歯向かうなら痛い目に遭ってもらう。当然返り討ちだ。ん？返り討ちってのはむしろは向こうが俺にするケースか。いいのか。いや、よくねえだろ。なんかわかんなくなってきた。次はサイフォン。おっと、次やってしまった。ギャラドスを出します。またさ、相手の財布レベル高いぞ。よしよしよし、一撃。そんなバカな。私が子供に分けてしまうとはな。そこのカラカラは好きにするがいい。そしてこれも持っていけ。あ、取っておけ。子供だとバカにしてわびだ。シルフスコープ。君はとても大事にポケモンを育てているな。だが私の考えはとても理解できないだろう。ここは一度身を引こう。君とはまたどこかで戦いたいものだ。おーい。なるほどね。まあ今脱出するからいいか。一回でいいんだよ。置いてかれるトレーナー。ここからともなくやってくる。エレベーターボックスも関係ねえ。ん？毎回めっちゃ失敗ってんな。
お、気になってるね、僕とこのマシンが。聞いてみたいかい？詳しい話をさ。はい。仕方ない、このマシンはね、広いお空を飛べている素晴らしい乗り物なのさ。我ながらすごい発明。技術と言っても申し分ない。でもせっかく作ったのに誰も乗ってくれなくて困ってたんだ。君は勇気がありそうだし、技術空渡り、乗り方を教えてあげちゃおう。お、もしはその EV が操縦したいっていうの？いいね、まさにインスピレーションそのまんま。早速。これで分かったの？これ、俺何？この EV の運転に命を預けんの？やだわ。このマシンに君たちにあげるからたくさん空を旅してよね。はーい。とりあえずリザードも回復しよう。ほいほい。出たね。ちょっと戦力強化一回したいなと思ってて、この近辺で6本捕まえれるんじゃないかな。あ、いるじゃん、早速捕まえよう。で、待って、せーの、お、完璧。いいね。で、経験値も多い。お、どこね。んで、絶対無理だな。これを入れ替えます。こいつ外して、整理して、あ、6個いっぱい詰まってたわ。心配するの結構詰まってたわ。もはや何捕まえてて何捕まえてないかはあまり理解してないけどね。誰か交換してくれんじゃね？お、これじゃ。これでリージョンフォームの録音をゲット。これで、氷タイプのロッコンをゲットですね。もういいね。白いロコンとか良くない？
氷の石って売ってるのかな。別にすぐ進化させるとかではないんだ。あ、売ってるじゃん。結構いい値段すんな。レベルが31になってからかな。まあ、あとあと技マシンとかでも技は覚えさせられると思うんですけど。現状技マシン何を使えるのかな。悪魔かどこへ。あ、結構いい技覚えてる。え、これも別に進化させてよくない？結構いいぞ。もう進化させちゃおうか。ここだ。これか。行こう。ユコン、いいね。ホーリーフェアリー。んでだ、こういうふうにリージョンフォームが手に入ることを視野に入れるとしたら、これも食べてると思うんだ。ピカチュウを進化させます。ピカチュウ、いいね。英雄さんじゃなくなったけどね。雷パンチを覚えたい。あ、そう。いやー、いらないかな。オッケー。あと。技マシンとか、ここじゃないね。技マシンはどこだよ。ん？何階だっけ？違った。帰り段を降りてたはずの人がなんか降ってくるって。シャドーボール、シャドーボールいいな。でも金ねえけど。
ハイパーボールってる。シャドーボール欲しい。ハイパーボールはまだいいでしょう。で、他のボールって今何個持ってんだ俺。めっちゃ持ってんじゃん。シャドーボール覚える。オッケーオッケー。そしたらですね、技術ソロあたりっていうのも使ってみたいんだけど、ん？出た出た。山吹してみますね。ジムっぽいところには入れない。あ、ジムじゃねえか。この家じゃなかったっけな。はい、ありがとうございます。めっちゃ強いね。他にセリフなし。触れた経緯とかないんだね。んで、この今進化させたライチュウを、あ、この人だ。ブレード。あ、マジで？よし。いいね。で、覚えている技。忘れ替えるか。並びをね。電気ショックしか覚えてない。技マシン使っちゃろう。まずは10万ボルト。
やっぱこれを覚えさせなきゃ。裁縫が10万ボルト覚えれるのがちょっとね、じわるな。最近ね、シャドーボール買ったけど、覚えるやついねえ。補助的な感じでさ、アイアンテールを覚えさせておいて、あとは電磁波かな。よし、完璧。強いぞ。そしたら、なんだ？砂浜近くにねえよ。空渡り。おお。あ、もう施設に直接ピューン飛べるんだ。じゃあシオンタウンへ。プカプカ言ったよ。お？カラカラのお母さんが？そうよ。ロケット弾はガラガラたちの骨を高く売るために次々とさらってはカラカラ亡くなってしまったお母さんを今も探してるの。私ロケット弾を許さないわ。俺だってさっきカラカラがまたタオに入っていくの見たんだ。いなくなった藤老人って人もついでに探してみるよ。ありがとう、気をつけてね。お化けは怖いけど行かなきゃ。おいおい、あ、鍋ちょうどいい時に。今の聞いてたよな。一瞬登らないか。いいでしょう、助かった。じゃあ行こうぜ。先に行けってか。アローラライチュいいな。一回は探索したよね。この人もやったね。やっぱりいるのかよ。え、ダメ、何それ。シルフスコープが幽霊の正体を見破った。ゴーストでかっ。すげえ、お化けの正体はポケモンだったのか。じゃあここからバンバン捕まえていこうか。っていうことでいいんだよね。通信交換できないから進化させられないけど、ゴーストは十分戦力になるでしょう。相手はゴース。ちょアイアンテイル当たりにくいやつだけど強えな。戦闘するのであれば、多分使ってくる相手のポケモンのパターン決まってるから、
ってみるか。ハッピルに取り憑かれてません？デザイン的にあの顔の曇りがなければ多分結構可愛い感じに作ってるんだろうなデザインが。さあ結構お前の力見せてくれ。強い。今までのシリーズやってきても9本取る、多分まともに使ったこと一体もないな。効果なしってことでいるかなの？ゲロさせられた。いいね。お、てか待てよ、これ9本次のジムで活躍するな。あれ戦闘終了後に焼けたって残るんだっけか。残るな。なんか直そうだったっけか。フェルビビってないで早く来いよ。あ、こっちの方がいいな。結構ね、まだイブに早いんだ。ギャラドスレベルアップ、いいね。くれるのモンスターボールなのかな。なんつうかもうそういうレベルじゃないぜっていう。残り時間です。お、捕まえましょう。ボス。わ、動き回れてた、これ。の、外したー。せーの。当たったけど。もう一発。いや、まあ、ボール結構投げてるから、一発ではないね。はいはい。で、さっきゴーストも出てきてたから、あれも捕まえとけば、次のジムで戦力になるぞ。うん。じゃ、とりあえず一旦この辺で一区切りにしましょう。あ、ここに来てね、一気に戦力を強化することができました。
まあ、このパーティーだったら次のジムもね、余裕で突破できそうな感じがしますけども、やっぱレベルが低いんでね、ちょっとポケモン捕まえたりしてレベルを上げていけたらなと思います。では、ポケットモンスターレッツゴー EV 実況プレイパート19、最後までご視聴いただけるとございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。はい、コースありがとう。